今回はデスノートに登場する世界最高の名探偵 L の後継者ニアについて解説していきますと言いたいのですが、彼の紹介にはほんの少しばかり事前知識が必要なので、ニア登場までのあらすじを一緒に振り返っていきましょう。まず本作は人を殺せるノート、デスノートを拾った高校生ヤガミライトがキラとして犯罪者を大量に殺害し、悪人のいない新世界を作ろうとして、世界最高の名探偵 L がそのキラ事件を追うという物語です。二人の天才による高度な頭脳戦の結果、ノートやノートの所有者にしか見えない死神というアドバンテージがあったライトが L に僅差で勝利。しかし L の功績でデスノートや死神の存在を明らかにしており、その情報をもとにエルの意思を受け継ぎ、キラとの戦いに臨むもの、それがニアです。ニアは優秀な孤児を集めているワイミーズハウスという施設の出身で、優秀な子供たちの中でも総合的にトップに立つほどの能力を有しています。わずか16歳前後で世界最高の頭脳を持つエルに近いほど頭が良く、キラを追うアメリカの秘密部隊 SPK の指揮を取る役を任されています。 SPK は FBI や CIA の優秀な捜査員の集まりで、その指揮を任されるということは規格外の天才少年と言えるでしょう。ニアはエルを尊敬しており、もはや崇拝しているレベルですらあります。エルを尊敬するのは世界最高の頭脳で、次々と難事件を解決する憧れの存在だからというのもありますが、ある時ワイミーズハウスでエルは世のため人のためではなく、ゲームで良いスコアを取るような感覚で事件に取り組んでいるという話を聞いてから、もっと好きになったとデスノート連載終了後の読み切り C キラ編で語っています。ともあれ、エルが大好きだからこそエルを殺したキラが大嫌いで、アメリカがキラに屈した時は珍しく感情的になるほどでした。ニアは常に冷静で落ち着いていますが、協調性が全くありません。ワイミーズハウスでは周りの子と遊ぶようなことはなく、自分のやりたいことだけを自由気ままにしています。おもちゃやパズル人形などが大好きで、登場シーンのほとんどで遊んでいます。人と話すときは誰が相手でも敬語なのですが、物腰が柔らかいというわけではなく、敬語で話しているだけであって、言っていること自体はかなりきつい内容であることが多いです。相手を煽る能力が高く、毒舌家とすら言えるかもしれません。彼の煽りによって煽り耐性ゼロのヤガミライトはニアを絶対に殺すと決意するほど、ニアと同じくエルの後継者候補のメロに至っては銃殺する直前まで来ており、もう少しでキラが手を下さずに大勝利となるところでした。ズバ抜けた頭脳を持ち、常に冷静沈着なところや幼稚で協調性がないなど、何かとエルとの共通点が多く、まさにエルを継ぐものにふさわしいと言えるでしょう。ただまだまだエルやヤガミライトの域には達していません。ニアは本人も自覚していることですが、彼には積極的に行動を起こす力が欠けており、できるだけ自分は動かない姿勢でいるところがあります。対してエルは自ら危険を犯してでも事件解決のために大きく行動を起こすことがあり、それがきっかけでキラ事件の解決へかなり近づきました。このように決して頭脳レベルの差は大きくないにもかかわらず、エルに及ばないというのが一般的な評価で、作中ではライトにエルよりも大きく劣ると言われています。したがって行動力が乏しいニアが活躍するには、周りによるサポートが必要不可欠なのですが、ニアの周りは優秀なものばかりでかなり恵まれており、作中一のチートと呼ばれる人物もいるので少しご紹介します。まず側近のレスター指揮官は、ニアのおもちゃを用意したり飛行機搭乗の手伝いをするなどいなくてはならない存在です。捜査員として活躍している描写はないものの、彼の調査によってヤガミライトの素性を知ることができ、キラの正体に近づけました。美人捜査官のハルリドナーは、キラにつながるアナウンサー高田清美の護衛として潜入捜査をしているだけでなく、ニアに対抗意識を持つライバルのメロとも関わりを持っており、キラの情報を渡しメロを動かしています。最終的にニアはキラに勝利するのですが、メロの行動がなければ完全に敗北していたので、メロを動かした影の盾役者と言えるでしょう。このようにレスターとリドナーは十分に優秀な捜査官なのですが、彼らの活躍すら霞むような輝きを放ち、ニアの部下を語る上で絶対に欠かせない伝説の男、そうジェバンニです。10年以上前から現在まで使われているネット用語、ジェバンニが一晩でやってくれましたを知っている人は少なくないと思いますが、そのジェバンニです。彼の器用さは尋常ではなく、たった一晩で名前がびっしり書かれているノートの偽物を作り上げることに成功します。たったの一晩で外見中身ともにそっくりなノートを作り、ライトとの決着をつける際の決定打となりました。またキラ容疑の三上を尾行して行動を見張る勇敢さも持ち合わせており、銀行のセキュリティを軽々と破るほどの凄腕の持ち主です。以上がニアを支える優秀な部下たちでした。ではここからはニアが作中でどのような活躍をしたのか振り返っていきましょう。先に挙げたようにキラヤガミライトとの戦いでエルが死亡し、ライトが2代目エルになるのですが、真のエルを継ぐ者という触れ込みでニアが現れます。彼はエルが亡くなった時の状況から日本捜査本部にデスノートがあるという見事な推理をするのですが、ライバルのメロ側のスパイラットにこれを聞かれていて、ノートの所在がメロにバレてしまいます。メロはマフィアの実質トップとなっており、人質作戦で日本捜査本部のノートを奪し、そしてメロはノートの力で SPK メンバーの大半を殺害し、ニアを挑発します。ニアはスパイの存在には気づいていましたが、あえて泳がしておき、そこから情報を探るやり方を模索していましたが、まさかスパイごと SPK のメンバーを壊滅させるとは思っておらず、早めにスパイに釘を刺さなかった行動力のなさゆえ、メロに先手を取られる形になりましたが、この強引すぎるやり方からニアはメロがこの事件の首謀者だと推理します。これがきっかけでヤガミライト率いる日本捜査本部はメロのアジトからノートの奪還に成功します。ついでにメロの本名もゲット。この奪還作戦は日本捜査本部だけで成功させるのはとても無理があり、その裏ではキラの協力がありました。自分が正義のつもりであるキラは悪であるメロを倒すために手を貸したと日本捜査本部は推測したのですが、ニアはあまりにも日本捜査本部に都合よくできていると感じ、日本捜査本部の中にキラがいると考えます。初代エルが死んでからろくにキラ調査が進まないことから、現在のエルがキラではないかと推理します。日本警察の襲撃を生き延びたメロの策で、日本捜査員のモギがニアのところへ送り込まれ、2代目エルヤガミライトに怪しいところがなかったかどうかなどを問いただします。この時の会話はモギの携帯を通して日本捜査員
員も聞いており、初代エルにライトはほぼ 100% キラだと言われていたこともあり、一部の捜査員はライトを疑い始めます。ライトはノートを一度使ったら13日以内にまた使わないと死ぬという偽ルールを追加し、自分は13日以上監禁されることで疑いを晴らしたのですが、ノートを使っていたメロによって13日のルールの嘘がバレかけてしまい、再度疑いをかけられてしまいます。危機感を感じたライトはニアへの直接攻撃に打って出ます。ニアたち SPK のアジトは当然秘密裏にされているのですが、模擬の携帯から場所が割り出され、ライトはボートと化したキラ信者を操り SPK を襲撃。しかしそんな時でもニアは冷静にボートの心理を分析、お金をアジトから大量にばらまき窮地を切り抜けました。模擬がアジトに来た途端、誰も知らないはずの SPK アジトにボートが来たことから、模擬の動きを知った者の中にキラがいると確信し、最も怪しい2代目エルが日本捜査本部の誰なのかを絞ることになります。そこで2代目エルがいる中で堂々と日本捜査本部の人員の引き抜きを行い、メンバーの相沢がニアの元を訪れます。相沢はニアを信用しきっていないので、2代目エルが誰なのかこそ言いませんでしたが、その会話の中からニアはヤガミライトがキラではないかと推測します。部下のレスターの調査の結果、ヤガミライトが2代目エル、つまりキラという結論に至ります。同時にライトはキラ疑惑から相沢たちに見張られるようになったので、自分に代わりキラの裁きを行う者をキラ信者の中から選ぶことにします。その X キラとして選ばれたのがミカミテルでした。ライトはミカミのプロフィールを見て、彼の学力の高さやキラへの忠誠心からデスノートの力を与えます。そのミカミはヤガミライトの元カノである高田清美アナウンサーをキラの意思をテレビで発信する者として擁立します。この動きからニアは自分なら誰にキラの力を与えるかを考え、大量の資料の中からミカミを発見。部下のジェバンニにミカミをつけさせた結果、ミカミがデスノートの力を与えられたものと判明します。ミカミのノートを偽物にすり替え、捜査員全員が集まったところに名前を書かせて、そこに名前がないものがキラだと断定する策を取ることが決定します。しかしこの策はライトに読まれており、ミカミのノートは偽物で、高田が本物のノートでキラの裁きを行っていました。ニアはそれに気がつかず、偽のノートに細工をして捜査員全員が揃う日、つまり決着をつける日を宣言し、ライトも承諾します。そして当日捜査員全員が集まったところにミカミが訪れ、今まで隠していた本物のノートにヤガミライト以外全員の名前を書き、キラ陣営が大勝利かと思われましたが、ノートに名前が書き込まれても何も起きません。その理由は少し前に遡ります。メロは高田を誘拐してキラの情報を吐かせようとしたのですが、高田はライトからメロの本名を教えられていて、メロの顔を見たことでデスノートで殺害をするための条件を満たしてしまいます。下着に隠していたノートの切れ端でメロを殺害します。メロの殺害を確認したライトはノートの切れ端という証拠を隠滅するため、高田を焼身自殺に見せかけ殺害します。実はミカミも高田の名前をノートに書いており、ずっと隠していた本物のノートを金庫から出してしまいます。この時出した本物のノートを SPK のジェバンニが偽物にすり替えたことにより誰も死ななかったというわけです。なお先に挙げましたが、ジェバンニは外見中身ともにそっくりな偽物を一晩で作り上げたことから、作中屈指のチートキャラと呼ばれています。ジェバンニが一晩でやってくれましたというセリフはあまりにも有名です。ともあれミカミテルを確保し、ヤガミライトにキラだという自白を取って、ニアはキラに勝利します。行動力が欠けていたニアだけではヤガミライトに勝つことはできず、行動力の鬼であるライバルのメロ、ニアを徹底的にサポートし続けたレスター、柔軟な発想でニアとメロをつないだリドナー、ノートの偽物を作ったジェバンニ、ライトの行動を見張った日本捜査本部の皆でもぎ取った勝利と言えるでしょう。この後ライトが一瞬の隙をついて仕込んだノートでニアを殺そうとするシーンがあるのですが、日本捜査本部のバカ野郎こと松田による神速の早打ちで阻止され、晩作尽きたライトが発狂して今度こそ事件解決します。以上、ニアこと本名ネートリバーの解説でした。このチャンネルではデスノートの解説動画を投稿しています。ぜひ他の動画もご覧ください。ご視聴ありがとうございました。